東日本大震災から12年の今月11日、JR 郡山駅前で復興への思いが描かれた灯籠に火が灯されました。復興の灯火プロジェクトは、震災の記憶を未来につなげようと5年前から開かれています。海老根伝統手すき和紙を使った灯籠には、小学生や復興公営住宅に住む人たちが復興への思いや未来への希望などを描きました。467個の灯籠に鎮魂の明かりが灯され、幻想的な雰囲気に包まれました。また郡山女子大学短期大学部の学生がバイオリンとサックスの演奏を披露しました。大勢の方が来てくださっててよかったと思います、ね、ようやっとみんなが元気になってきましたね。これからですよね。みんなで頑張っていきましょうね。県主催のキャンドルナイトも開催され、暖かい光に包まれていました。東日本大震災をきっかけに発足したプロバスケットボール福島ファイヤーボンズが、福島への思いを込めて特別なユニフォームで試合に臨みました。福島ファイヤーボンズは県民との絆を深め、復興への思いを伝えようと毎年3月11日に合わせて特別なユニフォームで試合を行っていて、今年は赤べこをモチーフにしたデザインです。この日ファイヤーボンズは山形ワイバンズと対戦。県内出身の猪狩航選手や菅野翔太選手などの活躍に、会場に駆けつけたおよそ3000人が熱い声援を送りました。体育館が避難所じゃなくて体育館でスポーツが見れる、その日常を楽しめるって、そこをかみしめて、そういう日にち、そんな気持ちで見てました、はい。試合は後半追い上げたファイヤーボンズが70対62でワイバンズに競り勝ちました。引っ越しに伴う転入転出届などに対応するため、郡山市は市民課の窓口の開設時間を延長します。開設時間を延長するのは市役所に市庁舎の市民課の窓口で、今月23日から来月2日までは平日の午前8時半から午後7時まで、土日は午前8時半から午後5時15分まで利用することができます。対応するのは住所の変更や転入転出の届け出に加えて、児童手当など関連する手続きも行えます。平日の昼間ですと長くて2時間程度の待ち時間になってしまうこともございます。ぜひ、便利なお手続きをご利用いただければと思います。マイナポータルでは転出の手続きをすべてオンラインで行えるため、市は窓口の混雑の緩和に向け利用を呼びかけています。